お子さん8人いらっしゃって、8回出産されてるわけでしょ、で私ね、クスクス子育てママトークっていう番組もここの配信でやらせてもらった時に、10人いたら10人出産があるの。あ、確かに。じゃあもう8人、ま、全員違うでしょ、全員違いますね。一番大変だったというか、一番大変だったのは、やっぱり3人目の子は1日半陣痛が、微弱陣痛で、3人目やったらスポーンとかじゃないんだ、うん、もうなんか一番初めの子が多分一番楽だったと思うんですよ。それって私もやねんけど、多分初めてのことってよくわからないからなのかな。でもなんかその6時間とかで短くて一番楽だったのが多分長男で、一番上の子で。でも私はそれなんでか分かってるんですよ。なんで肉がついてきた。どこの全体的に。マジで。やっぱ肉つきすぎるとダメなんだなと思って8回にして分かりました。え、どういうこと。ちつ言っていいのか分かんないけど、ちつにも肉つくの、らしいんですよ。あそこ太んの。あんま太りすぎない方がいいよ、だから本当に難産になりやすくなるから、あんま太りすぎちゃダメだよって言われて、おう、だから、あ、だからかと思って、一番痩せてたその長男の時が一番楽だったのはそういうことかと思って、毎回私20キロ増えちゃうんですよ。あんまり本当に先生の言う通りに増えすぎない方がいいんだなっていうのは身に染みてます。